自分が最後打っていい形で優勝に導こうと思ってたんで、いい結果につながってよかったです。あのサヨナラの場面、どんな気持ちで打席に入っていたんですか？後ろにもいいバッターが続いてるんで、とにかく自分で決めるっていう気持ちもあったんですけど、後ろのバッターも信じて思い切って打ちに来ました。あの選抜の悔しい敗戦からどんな思いでここまでやってきたんですか？一番はチームとして、とにかく勝つことを目標にやってきて、そのことがこの大阪大会で粘り強く勝ち切ることができたんで、その結果というのを甲子園に向けてこれからもつなげてやっていきたいと思ってます。キャプテンとしてもいろんなことを感じた1年だったと思います。その集大成、甲子園に向けての意気込みを最後に聞かせてください。まだまだ力不足のことが多いんですが、ここからもっともっとチームを仕上げて、いい形で甲子園に乗り込んでいきたいと思います。本当におめでとうございます。大阪桐蔭池田キャプテンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。商工大阪桐蔭高等学校、表彰状並びに準優勝盾、
準優勝メダルが贈られます。準優勝校広角高等学校、最後まで諦めないあの姿勢は賞賛に値すると思います。決して下を向くような内容ではありません。どうぞ胸を張ってまた次の機会にチャレンジしてほしいと思います。準優勝おめでとう。自然災害で多くの方が苦しんでいる中で皆さんの夢を叶えるために本当にたくさんの方々が最後まで尽力してくれました。どうぞ感謝の気持ちを忘れずさらなる高みを目指してほしいと思います。保護者の皆さん、本当に多くの制限のある中で子供たちを見守ってくれたこと心より感謝いたします。今後も何卒ご支援ご協力をお願いし、私の閉会の挨拶といたします。ありがとうございました。します。